今回ご紹介するのは女子バレーボール選手の菅原里奈さんです。菅原さんは1997年3月24日生まれです。秋田県秋田市出身で、身長174センチ、体重58キロ、スリーサイズは非公開です。菅原さんはミドルブロッカーのポジションで V リーグディビジョン1のプレステージインターナショナルアランマーレ山形に在籍し、可愛らしいルックスだけではなくリーグ屈指のブロック能力を持っている実力も兼ね備えた美人バレーボール選手です。美人すぎるバレーボール選手としても注目されている菅原さんは、透き通るような綺麗な白い肌と目鼻立ちがはっきりとした典型的な秋田美人です。またキュートな笑顔でプレーする姿も印象的ですね。胸のカップ数は不明ですが、ユニフォーム姿を見る限りでは推定 B から C カップくらいかと思います。スリーサイズは非公開ですが、長身で細身のモデル体型とすらりと伸びた長い足とくびれたウエストラインはスタイル抜群と言えます。また細すぎず柔らかそうな太ももと二の腕はプレー中も露出しているため、どうしても目がいってしまいますね。さらにプレー中は短パンが少し食い込んでいることもあり、アスリートらしいプリッと引き締まった大きなお尻にも釘付けになる男性ファンも多いでしょう。彼氏の噂も調べてみましたが、菅原さんにはそのような情報はありませんでした。ただこのルックスとスタイルを考えると素敵な彼氏ができるのは時間の問題かもしれませんね。菅原さんは小学4年生の時に友達の影響を受けてバレーボールを始めました。また地元の秋田市でバレーボールを続け、文武両道を掲げる秋田北高校へ進学しています。そこでは勉強とバレーボールを両立しながら、高校3年生の時に全日本高校バレーボール選手権に出場しました。また秋田県内の大会はほとんど優勝を果たしています。菅原さんは高校の先輩に憧れてバレーボールの名門校である東海大学に進学します。そして在学中にプレステージインターナショナルアランマーレ山形の内定選手として V リーグデビューを果たしています。大学卒業後はチームの主力として活躍し、リーグ戦では2シーズン連続でブロック賞を獲得した菅原さんはリーグ昇格に大きく貢献しました。菅原さんはインスタグラムでチームの活動報告やプライベートの投稿をしているため、気になる方はぜひチェックしてください。菅原里奈さんの今後の活躍にも期待しましょう。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは様々な女性アスリートを紹介しています。気に入っていただけたら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。